PT 大再戦マレーシア決勝楽しんでいただけましたでしょうか。優勝はですね18番、ドームが優勝ですね。2位にセルモ、3位にルマ、最後尾から追い上げ見事でした。で4位に我がチームサードが入りました。バグゼロ11の数々のオーバーデーク見ていただけましたでしょうか。見てない方はですねぜひインターネットなりスーパー GT プラスなり J スポーツの最後尾なり見ていただいて、バグゼロ11、ただテレビに映ってるかどうか僕の中で定かじゃないですか。石浦選手がですね、のことをあの毎戦だんだん理解してきてですね、僕はあのトムスに5年間いてる頃アンドレ・ロッテラ選手を物差しに自分の後半スティートのタイヤを選び、自分の走り出し方、ライバルとの力関係を見てですね、自分の戦い方戦略を出て、後半スティートを走ったわけですけども、今回まさに石浦選手のですね、前半戦の走りをそのまま頭の中にインプットして、自分はどうすべきか、どういうタイヤを選ぶべきか、またどういうペースで走るべきかということを考えてレースできたと思います。ひょっとしたらですけど優勝した車よりも僕の心臓は速く走れたかもしれないですけど、まあこれはですね、あのチームの頑張り、石浦のタイヤの頑張り、また石浦の頑張りがあってこそだと思います。何よりもね、あのピットにコールして帰ってきた時、チームスタッフの表情が良かったです。あのチームはこういう表情、こういう自信をどんどんつけていくことによって、どん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 成長して、どん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 強いチームになります。名門サードですけれども、このところだん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 昔のように復調兆しになってきている中、脇坂重視というスパイスを入れて、どん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 強い、チームになってくることを喜んでいる最中ですけれども、次の数号はまたさらに60キロ以上かなウェイトを積みますから、あの優勝目指して頑張りたいなと思います。今日は脇坂重視、グッジョブでした。どうもありがとうございました。